明日の君がもっと好き。テレビドラマ史上最大と公式ツイッターでね、予告されてた通りで、ネットでも月大きすぎて本当にやばい。 月デカすぎて無銃らかよって爆笑したと視聴者が驚きの反応を示した第3話での巨大な月をはじめとして最低限のリアリティを大事にする今時のドラマとはほど遠い過剰な表現が結構話題になってるわけなんだけど例えばウェブサイト朝女3月3日付ではこんな記事が 市原隼人演じる造園デザイナー松尾亮の衣装にも注目が集まっているとあるテレビ関係者の話によると特に2月24日放送の第5話では真冬なのに裸足に下駄履き和服に黒マント ムーミンに登場するスナフキンのようなツバの広い帽子をかぶってガールズバーに行くというシーンがあったため、ネット上ではその格好でガールズバーに行くか、誰か和風スナフキンに突っ込んで、など衣装に対する疑問の声が続出したのだとか、とのこと。うん。で、そんなね、誰もが異様に感じたあの量の格好に、なんと驚くべき理由があったわけで、 それが、この前の大福話の冒頭 C、思いを寄せる、伊藤歩み噴する、里川茜のジョージを目の当たりにしてしまって、嫉妬と恋慕がない混ぜになった、人生で初めて味わう情念に苦しむ、そんな心理描写を、まさしく大いに芝居がかった演出で具現化。 まあ、言ってみればね、今時期夜叉の寒一お宮をモチーフにしているかのようでもあるんだけど、しかし、それにしてもね、今時ではない、この演出こそ、脚本家伊沢万の真骨頂であって、まるで一編のポエムのような叙情的なセリフ、作品の世界観を見事に表現した絶妙な演出とも話題を呼んでるわけなんだけど、 ちなみに、伊沢万自身は公式サイトのインタビューでこんなコメントを。1993年のドラマ同窓会は放送当時かなり騒がれましたが、こうして25年経つと皆さんが反応した戦場的な部分がスーッと背後に回り、物語に込めたシーンみたいなものがやっと伝わってきたのかなって。 単なるラブストーリーなら私より他にもっと上手に書ける人はいると思います。自分のアプローチはやっぱり病んだり傷ついたり嫉妬だったりするわけで、ただ私に言わせれば病んだり傷ついたりしていない人はそんなにいないと思うんです。程度の問題だけでどんな人間もどこかに闇を抱えていると思うので、それから 自分の歯ブラシ、人に使われるの嫌なんだよね。とか、言葉が人と人を繋ぐ意図なら。でも、人のぬくもりは心が安心するから、一瞬の夏に死んでしまう、セミになってもいい。肉にまぶすコチュジャン。そういったセリフを視聴者が面白がることに対しては、どうぞツっコみまくってください。 当初のコンセプトとして劇画タッチでくまどりきつくやろうというのが自分の中でありましたしでも荒々しい展開だからこそ言葉は大事にしたいとは思っているんですそして明日の君がもっと好きというタイトルに関しては端的に言うならば恋と愛は違うということです 1> 第1話で三田よし子さん演じる静子の性欲を恋だと勘違いしているのよというセリフがありましたがこのタイトルがストレートに分かってもらえるのが最終回なのかなと書き手にとってはスマホやメールが発達した中で恋ってすごく成立しづらく枷のようなものがあるんですでも私はバリアがあってこその恋だと思っているし 恋には一人で育む時間って絶対に必要なんですよ。たとえそれが相手に対する幻想だとしても、それが今では相手を理想化していく結晶化作用の段階を踏まないじゃないですか。異性に対して探りたいという気持ちも恋の欲求のうちに入ってくると思うんだけど、情報が溢れているから全てにおいて短絡的なんですよね。 私はこの作品で本当の恋とは何かと恋と愛は違うということの二つを書きたかったんです。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも明日の君がもっと好き最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。